珍そうではありますよね。まあ今フェイントかけてる感じですよね。右フック使って攻めれば、やっぱ、まあ、変わらないんですけど、やっぱ実際に王者になってみて、まあ、ベルトを巻くようになって、まあ、このベルトは離したくないなっていうのはあります。ドライブ東京 MMA 小川翔平。強くなることは終わりはないと思ってるんで、それはやっぱ年齢に応じて学ぶ内容は違うんで、僕が仮に40までやってたらまた違う内容のことを勉強しないといけないと思ってます。進化する王者っていうことですね。はい、常に、はい、これ以上ない舞台を用意してくださったな。ファンクラス の今年の開幕戦で新章って掲げてくださって、これ以上燃え上がるような舞台はないなっていうのが本当ありがたくて嬉しくて燃えます。はい。サトフー尊敬する先蔵さんが持っていたベルトっていうのもあって、もうこれだけは勝ち取らないとっていう思いが強くて、もうこれを取るためだったらもう何を捨ててもいいっていう気持ちでやってきたつもりですね。はい、全体的な引き出しの数でいうと、自分の方がここぞっていう時にギリギリの戦いになった時に引き出せる部分が自分はあると思ってて、それが結構消耗戦になった時にそれが出てくるんじゃないかなって自分の中でありまして、どん底になった時の自分の強さっていうのを自分で信じていて、はい、そこがポイントになるんじゃないかなって。キーになるのはやっぱ寝技が組んでくるんで、そこで僕の対応ができるかできないかとか、はい、その辺がキーになると思ってます。だいぶいいと思いますね。はい、村っ気がなくなったかなって思ってますね、練習の時点から。はい、安定性が出てきたかなとは思ってます。苦手なところを克服してよりコンプリートなファイターに近づいたのかなとは思ってますね。しかしここは鍛えてたい。お互い意地が見れるね。で、小川さんとならもう本当に最高の試合ができると思ってるんで、本当小川選手本当強いんで、すごく怖さもあるんですけど、めちゃくちゃ楽しみです本当に。はい、どんな結果になったとしても本当小川さんとなら悔いはないなって思ってます。はい、やっぱり自分の今描いてるMMA をしたいっていうのでそれで、まあ、5分5ラウンドなんですけど、判定ではなくて必ず、潰して仕留めて、KO で勝ちたいと思ってます。